ここにこんな感じでいろんな言葉がシールで貼られてるんですけど、この一つ一つが一人で悩まないでっていうあの電話の、まあ、看板バージョンというか、待って、ここにもなんか日付が書いてあるな。なんか叫んでる人いますね、うん、すなわちこの場所で鳥があったんじゃないかなっていう話です。怖い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 。正直怖さは全くないです。何？それはいるやん。もう目の前にいますね。デジャンギョ、はい、ということで、早速行きたいと思います。いや本当にね、韓国って本当すごいなって思いました。そういう方たちに向けてのメッセージを徹底されてるというか、一つだけポンってこの電話の看板とかって日本とかにはあったりするんですが、韓国の場合っていうのはもう目につくとこ全てにそういう看板であったりとか対策っていうのをされてます。まずちょっと一つ目見てほしいのがここですね。この、まあ、防犯カメラの看板がここにあると思うんですけど、ここにあなたは一人じゃないよっていう看板があるんですよ。だけじゃなくて、ここほら見て、ね、地面にもさ、ライトがパーッとプロジェクター型って文字書かれてるやん。はい。これなんて書いてるかって言ったら、実防止って書いてるね。え、そう、これもそうやね。でここに連絡先が書いてあるんだよ。24時間受け付けますよって。プロジェクターでもこんな風に目立つようにされてる、はい、で真上ここにほらカメラくるくるって回ってるやろ。本当だ。そう、端の方は大丈夫かなっていうのを24時間監視してんねん。マジで至る所にこういう感じで設置されてるんですよ。まあ元々はもちろんですが、ここの橋っていうのはそういう目的で人が集まったりはしなかったんですよね。横に綺麗な公園があって、ここはもうスポーツができたりとか散歩ができたりっていう、まあいろんな用途で使われる公園があるんですけど、ちょっとこっち側見てもらっていいですか。ちょっと分かりにくいんですけど、奥の方にダムがあるんですよね。今時刻が11時30分なんですけど、11時まではライトアップみたいなのされてるんだよな。はい、でそのライトの色がすごいキレくて、なんかもうそれを見に来る人が多いんやろなっていうぐらいめちゃくちゃ綺麗かったです。早速ありましたね。ここにこんな感じでいろんな言葉がシールで貼られてるんですけど、この一つ一つが一人で悩まないでっていうあの電話の、まあ、看板バージョンというか、うん、悩みないですかとか、あなたは一人じゃないですよとか。でこの5枚のシールがもう本当に10メータースパンぐらいでずっと貼られてる。前回言ったあの久保出魚っていう橋があったと思うんですけど、あそこにも橋の手すりにこんな感じで貼られてるんですが、この水が多い橋に関しては全てこんな感じで綺麗にこのシールが配置されてるって感じですね。で通常こういった多い橋っていうのは、だいたい僕たちがいつも撮影する時間って夜の10時から深夜3時ぐらいまでなんですよ。ただやっぱこのこういった場所に来ると車通りもやっぱり少ないですし、まあ、人なんかもう全くいないのがもうほとんどなんですね。ただこの橋に関しては、先ほど言っていた公園がこの目の前にあるんですよ。ちょっと明るいかと思うんですけど、そこに未だに人がめちゃくちゃいます。で公園全体的にライトがついていてすごい明るい場所なんで、本当に未だにここでそういうことがあるのかっていうのが不思議で仕方ないです。なるほど、めっちゃ綺麗な、いや本当綺麗ですね。これあ、霧若干分かりますね。分かる？はい。こんな感じですごい幻想的ですね。こっから見えるこの橋もすごいなんか綺麗し、とてもじゃないけどそんなことが起きるような場所とは思えへんな。ただちょっとそんなこと言いながら、はい、
ちょっとほんまに言葉を選んで言ってるつもりなんですが、これ以外の言葉がちょっと思いつかないっていうちょっと発言をさせてもらうんですが、普通じゃない人もやっぱりこういうとこには存在するっていう話をしたいです。というのも今日僕たちが来た時点では全然そんなことないです。いくつかこういった噂聞いたことありますかって公園内でも取材させてもらったんですが、聞いたことはあるけどここがそういう場所っていうのは知らなかったとか、あまりこのご存じない方が多いんですが、昨日ねこの場所にだらしめんプラスの2人が来てるんですよ。でその時に普通じゃ考えられないような音声が入ってたんですよ。やばくない？この音。行ってみる。ちょっと来て。もしもし。あ、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ちょっとね、今カメラ回してて、昨日このダムの横の橋来てるじゃないですか、二人。あ、はいはい。今そこの橋の目の前をおって、二人がさっき僕に動画送ってきたでしょ。あ、はい。謎の叫び声が聞こえたから気をつけてくださいねって。あれ結果的にどっから聞こえとったんですか？僕の感覚では、うん、奥に公園があったと思うんですよ。あるある。もうそっからなんか女性が叫んでるような声が聞こえましたね。あ、公園の方から聞こえたんや。そうですね、はい。あれ鳥じゃないみたいな話になってたけど、はい、絶対鳥じゃないよな。そうですね。これちょっと言い方悪いんやけど、はい、おかしない、あの叫び方。そうです、なんか最初喧嘩かなんかしてんのかなって思ったんですよ。でもなんかその同じ声の女性というか一人が叫んでるんで相手がいない感じがしたんで、まあ確かにちょっとおかしいなと思って様子見に行こうかなと思ったんですけど、ちょっと怖いっていう部分もちょっと正直あったんで。なるほどね。なかったんです、はい。ただあの叫び声からするとおそらく一人でずっと叫び続けてる。はい、そうです。なるほど、わかりました。はい。ちなみに二人が来た時間帯って何時ぐらいまでここいました？4時半から5時ぐらいまでいました。でその叫び声が聞こえたのは何時？僕があの橋から帰ってきて、だからなんで、まあ、3時半ぐらいだと思います。もうそんな朝方にその叫び声聞こえたの？そうなんです、なんでもう響き渡ってました。やば。また何かあったら連絡します。わかりました、はい、します。はい。やばいな、ちょっとだからもうほんまにちょっと言い方は悪いねんけど、まあ、おかしい人、はい、やな。ここ通してないかな。ちょっと今あのダムに登れるのかなと思って車で上に上がってきたんですが、どうやらこの時間帯はダムに入れそうにないんですよ。ちょっと意味深なものを見つけまして、今これオレンジ色に見えてるのがさっき下から見てたダムの上になるんですよ。でさらにその上に僕たち今いてるんですが、ちょっとした橋がありました。その橋がですね、一番高いところに位置するので、こういう感じで手すりの上に金網が設けられてるんですが、この金網沿いをずっと車で走らせてたら、完全にこじ開けられた後の金網が見つかりました。で、そのこじ開けられ方が、手すりの足元、真ん中、上なんですよ。万が一この手すりに足をかけた場合、もう一つの足をかける場所が完全にここになっちゃうんですよね。すなわちこの場所で火があったんじゃないかなっていう話です。何か所かあんねんな。
ここもそうやし、ここもそうやし、ここもそうやな、でここもそう、もう全てが足をかけた時にこの上に登れる高さにあんねん。でこれ何がめっちゃ怖いかっていうと、もし一人の人がそういう行為をしようと思って開けた穴なんであれば、何個も何個も同じ穴を開けていかないっていうことやねん。すなわち何が言いたいかって言ったら、いろんな方が違う場所でそういうことをしているっていうこと。なんか叫んでる人いますよ、うん、女の人やな。車でようやく上がってこれる高さやからな。そうですね。てかワンチャン今これ、ね、なんか聞こえてない。てか今のおたけびってさ、前回ダラシメンプラスが来た時の女の人の声じゃないんかな。あ、似てますよね。似てるよな。はい。これなんだこれ。ん？なんですか。嘘やろ。2024年5月って2ヶ月前やん。はい。最後のメッセージ。上にも。これハングル文字やな、最後。はい。見取られへんか。2024年5月。結構やっぱ多いな。全部この辺りとかも切られて直されてる跡やわ。ちょっとさっきのメッセージが気になるな。ありました。あ、2024年5月24日金曜日かな。5月の24日金曜日や。ええ、うん、なるほどな。24歳ではなかったのか。今さっき取れてましたよね。もう見ての通り、先ほど僕座りながらセンサーライト反応するか見てたんですけど、誰も通ってないのに勝手に反応しましたね。ちゃんと肉眼では虫もいなかったので、ちょっと別の何かがいるっていうことですよね。ちょっとセンサーライト、ちょっと準備取り掛かろうと思います。コッシー一人検証をやっていきたいと思います。先ほど話した通り、もうすでにあちらにセンサーライトを設置しております。では行きましょう。まずセンサーライト1個目、こちらですね。すぐ手前らへんにセンサーライトを設置しております。で2個目がここですね。青く光っている場所、ここに設置しています。ではこのまま進んでいきたいと思います。もうめちゃくちゃ霧濃いの分かりますか。先ほどまで全然霧がなかったんですけど、急に霧が出てきましたね。ダムに面しているだけあって、
まあ、こういった湿度の高さから霧が出ているのかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、それとは別の何かがあって、まあ、その強いものがこういったふうに天候を操作できるみたいな、そういった強い何かがいるんでしょうか。で、今日僕朝までは全然調子良かったんですけど、少しちょっとこの場所に来てからあまり調子良くなくて、もう滑舌というか頭があまり回らないんですよ。まあいつも、まあ、そこまで大して回っているわけじゃないんですけど、なんか言葉が浮かんでこないっていうか、まあ、とりあえずヤーカーさんがだらしめんプラスのメンバーをちょっと各配置に送っているらしいので、それまでちょっとこの橋をいろいろと調べながら行けたらなと思います。これがなんか人生の希望が見えないとき、一人で悩まないで連絡してくださいってことは、もうこれ全部そうなのかな。いや、そうだな。うわ、本当だ。何これ、怖い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 。2024年7月27。え、待って、めっちゃ最近じゃん。今8月の7日なんですよ。土曜日だ。なんか誰かが触った痕跡みたいのがありますね、はあ、うわ、これ靴跡、これ靴跡なんじゃないの。ちょうどこの場所がすごい嫌な場所で、はい、さっき僕たちが見たあの橋が見えて、はい、ダムが見えてっていうすっごい景色いい場所なんですよ、はい、で、これをぶち破った先に何があるかって、これなんですよ。まあ、この潰れた時がどうなってたのかは分かんないですけど、今はもうこうやってね、すごいこのもう生い茂ってしまって目の前が見えてはないんですけど、当時もうちょっときれかったのかななんて予想してて、はい、ここを最後の場所に選んだのかななんてさっき考えてました。うん、いろいろ来させてもらって、とりあえず展望台の方をダムとか橋にいろんな場所に来させてもらったんですけど、広さはあるんですが、基本的にははい、ということで今からケインスピートリータイムやっていきます。Excuse me, do you speak EnglishYeah. Yeah. Oh, yes. Yes, yes. ここは心霊スポットとして有名な場所ですか。ここは여기는뭐저저감옥살이이곳은심령명소로유명한곳입니까 No. あの、この橋ではトークすると聞いてやってきました。이다리에서는아대청대청댐아니야대청댐아대청댐대청댐 Where? Here, here. 여기서 리버. Follow me, follow me. 야우리차타고데려다줄게요その橋が一番多い場所なんですか。オッケー。Yes. Okay. いつそういった地域があったかは分かりますか。あま、옛날부터많았을겁니다。おそらく昔から多かったでしょう。オッケー。그러니까最近はそういった地域のニュースはありますか。2023년도에여기근처에서사람을살해한후유기했다는뉴스가있습니다。2023年度にここの近くで人を殺害した後遺棄したというニュースがあります。いいいいいいいすごい。 Is where? ニュース覚えてる。 There 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 Here There is water. あー、でジョン、ジャンプ。いい。はい、ではマーフィー一人タイム始めていきます。
今大清橋の近くの大清ダムのさらに、上に位置している橋の近くに来ております。なんかありますね。こういった形で小さな展望台になってます。待って、ここにもなんか日付が書いてあるな。ここ2018年4月28日2023年4月22日。ちょっとこの手すりに日付を書くっていうのがもう韓国の文化的なものなのか、そのまたはいる人がよくそういった形で何かメッセージを残していく形のものなのかはちょっと今分かりかねるので、ここでも発見したっていうそんな形ですね。もしかしたらなんかお酒をこういったところで飲みに来たりする人がいるのかな。もう少しだけ下の方に下ってみます。ひとまずですね、ちょっとこの時間はもう営業時間外ということで中に入ることはできなかったんですが、定点カメラはなんとか置けそうなので、しばらくここには定点カメラを置いた状態で放置していきたいと思います。まあ、よくあるタイプで坂があってそのまま水がある感じなんで、こっち側ではおそらくそういったことはないんじゃないかなと思います。なんか写真スポット的な感じですね。そこにまあフレームがあったりとか、ここになんかロゴがありますね。まあ、ここあたりで写真を撮ったりするんですかね。ちょっと開けた場所に来ました。え、めっちゃ沈んでる。これ見てください、もうかなり多くの石が積まれております。こういった山の中に置いてる石というのが、まあ、山の神への供え物としているという説もあったり、もしくは道に迷わないようにするためというのもあります。ちょっとこのまま登っていきたいなと思います。多分2階に電気ついています。はい、ということで登ってきました。まあ、正直怖さは全くないです。え、何？今ドンってなりました。こっち側からドンってしましたね。ただですね、まあ、2階建てになっているんですが、電気がついていたんで、まあ、住職さんか誰かが住んでいるような感じがします。それでは降りていきたいと思います。この公園も全体的になんか気持ち悪さがありますね。めちゃくちゃ広い公園。
まあ、先入観からなのかわからないんですけど、この公園も何か不気味なものを感じるっていうか、あまりよろしくないのかなっていうふうに思いますね。なんでそういうふうに感じるんだろう。公園っていうのは、まあ、いろんな人が遊ぶ場所で、いろんな楽しい思い出や苦しい思い出っていうのが、多くの気持ちがこの場所に残るんですよ。まあ、そういった感じで、まあ、気持ちの他にも念っていうのが溜まるんですよね。で、その念がどん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 溜まっていくと、大きい悪いものを引き寄せていくっていうふうに聞いたことがあります。ですので、公園も、まあ、そういった心霊スポットになりやすいっていう。ロードマップがある。歌声がする。誰かいるんだろうな。歌声しましたよね。結構がっつり聞こえたんですけど、女性の歌声、しかも韓国語でしたね。いや、そんなはずはない。絶対いるはず。それは待って、本当に誰もいないんだけど、もうこんな時間に来るか、公園に。なんかで今2時21分ですよ。めっちゃ近くから聞こえたのに、どれからだけ進んでもその女性がいないわ。結構公園の奥に来ちゃったな。こんだけ歩いてきたのに女性がいないっていうのはめっちゃおかしい話なんですよ。おかしいわ。この公園自体もちょっとおかしいな。何回も鳴ったべ。何回も。反応したんだけど。無理、それは。いるやん。それはいるやん。もう目の前にいますね。ちょっとそれは。何回も。何回も。アニョハセヨ。今ここにどなたか。ジジアムヨギエヨっておしあぶにっか。まあ、ここはもう歩道がなくて、ちょっと歩くことしかできませんので、こちらですね、この辺でちょっと待機していきます。モグソリルールデュールヨーワルスエオブセアブニッカ。声を聞かせてもらえないですかと聞きました。もちろんですが、応答はないです。
もう牛蜜時を終えましたね。僕が見た限り3回光ってます。3回。はい、今の青いやつ。はい、音も鳴ってた。鳴ってます。それって間違いなくその車とか人とかじゃなくて。いや、もう急に何も、はい、何もいないのに急に光るんですよ。すごいですね。ちょっと検査を待ちますか。はい、まあまあ、ほな検査も特にここって何もなかったっすか。そうですね、特に何も違和感はなかったです。それ僕はあると思うんすけどね。はい、何もなくそんないたずらする理由ってあんのかなって、うん、だって下の星を折ったところも別に高さないっすよ、うん、3m、4m、 こことかに関しては 3m ぐらいの高さあって、その下から斜めにずっとゴロゴロ落ちていくような崖じゃないですか。はい、ただまあその人たちからすると、まあ、そこではない気がすると。そうです。考えられるのはコッシーがおったらこの橋。あ、そうですね。まあ、だからまあ向こうが一番看板が多いんだな。はい。何回も。ええー、反応したんだけど。こんだけ歩いてきたのに。女性がいないっていうのはめっちゃおかしい話なんですよ。なんか叫んでる人いますよね。うん、女の人やな。何回も。ええー、反応したんだけど。超有名な人気スポットなんですよ。 K-POP のミュージックビデオとかいっぱい見ている人だったらもう必ず知っているような場所だと思います。もちろんなんですが、心霊情報がございます。何の音マジで。奥なんか光ってんだあれ。うわ、ちょっと待って、ここやばいぞ。ほんといいタイミングで切れますよね毎回。マジで見た目ローエなんですけど。